リキタロットリキですさて本日もですねスピリチュアルの観点からこの世に起こりうる辞書事案を考察していきたいと思っております当たるも八家当たらぬも八家八家と申しますけれども私使うものは宿教でございますよろしくお願いいたしますイタリアでですね 動きがございましたねあのイギリスがちょっと前にリズ・トラス氏が女性首相を誕生しましたけれどもイタリアでも新たに女性首相が誕生しそうですただちょっとリズ・トラス氏とは毛色が違いますジョルジャ・メローニ首相45歳の方ですね、うん もうほぼ確定してるのかなもう確実にほぼ首相になるということなんでしょうが、えー、バリバリの右派極右の方ですね若い頃にネオファシズムで傾倒しておりましてそういう活動をずっと続けてらっしゃった方だそうですイタリアの同胞という党に所属してるらしいですねむちゃむちゃかっこいいですよねだけどイタリアの同胞名前がなんか芸術的ですよね で女性首相っていうことで何かこうフェミニズム男女平等的な女性に優しいみたいな女性首相なんていうとそういう感じで取られるけど全くそうじゃないんですよねもうガチガチの曲の方ムッソリーニのファンだそうですねムッソリーニ非常に傾倒してる。 だちょょっと怖いでしょ考えてみりゃロシアプーチンイタリアこのメロディーニ首相つまりは順番的にはこうじゃないなんかイタリアがムッソリーニロシアがスターリンと来ればもう次は大御所ドイツのあの人違いますチャップリンじゃありません <laughs> チャップリンじゃないですけれども もうなんかそんな流れですよねしかしもうねファシズムをき極めるにしてももうムッソリーニまでスターリンでも結構危険ですましてドイツのあの方はタブーでしょう、まあ、あの鍵十字はねいまだにタブーですもんね いまだにっていうかもう多分半永久的にタブーなんじゃないかなもともとあれあの神社っていうか寺のマークなんですよあのー、仏教のね左回り右回りってあってね左が陰右が陽左が無意識右が意識かなでただこのジョ,ジョルジャ・メローニ首相なんですが非常に演説が熱いんですよね まあ、イタリアでなんかこう巻き舌が入ってるじゃないですか余計なんかこうあ熱く聞こえるで彼女が言ってるのはまず言ってるのは移民反対移民などは大企業の駒だと、まあ、結局労働賃金を安くするために移民を入れることによって正当な、あのー、賃金が支払,支払われなくなっちゃう。 結局仕事がもう安い労働力に取られちゃって自国の労働者が失業しちゃうってことだからもう日本と全く同じなんですよ日本と全く同じ状況なんだけどそこにもうはっきり言ってるわけですもん移民反対移民など大企業の駒だって日本だといまだにあのベトナム人留学生使ってますよねあの留学習生がもう世界的にも問題になりつつありますけどね21世紀の奴隷制度だと。 ただこのメローニさんもはっきり言ってるんですよね。こう大企業のそういう行為が国を弱体化させていると。こういう意見にやはり情報弱者の労働者たちはもう歓喜するでしょうね。非常に嬉しいこと言ってくれてるみたいな。ただまあヨーロッパ全体でね、やっぱ極右政党の支持がすごく高まってて、で結局はそれがまあ EU 離脱の流れ。 まあ実際に離脱することはないにしてもそういう風潮がやっぱり流れてるわけなんだよね。でその先に何があるかっていうとあのプーチンの思惑があるわけですプーチン大喜び。で今回このメローニー首相が、ね、こう大勝利を収めたことでね、あのー、北総延出るのはプーチンさんなんだよ。まあ、プーチン当然計算してると思うんだけど。ギー価格が高騰して早くや,やはりロシアとの 正常な関係を。戻したいと思ってると思うんですね。うん、だから、やっぱ、そこら辺が、やっぱロシアにちょっと傾いていくのかなっていう気はしますよね、若干ね。一応ですね、このジョルジャーメロンに首相も、表向きは、今のロシアの態度は良くないと言ってますね。ただ、実際はガチガチの、極右の方なんで。まあ、どうなっていくか、わかんないってとこでしょう。 うん、だけどやっぱこの人熱いですよもうなぜムッソリーニのファンですから <laughs> それでですねこのメローニ首相のホロスコープなんですけれども土曜日生まれの美宿の方本命球がマ魔活級干支達ドラゴンですねで獣将尉がですね頭の切れるトラです でビシク自体が武将の星ですからもうかなりガチガチでしょう,う女性首相だからつって全然フェ,フェミニストじゃないですよねまあ表向きはあのイギリスのリズ・トラス氏となんとなくルックスは若干似てるかなっていう感じもするんだけど全然違いますよねうんでね少しホロスコープ深めに見ますとですねこの方本命シクがですね 疑問そしててにあたっておりますね非常に知的な知的なバイオレンス知的なトラウマを抱えてらっしゃる暗示が出てますね。で年回りなんですけれども今年来年と病薬院に入っています。それを平門が ガチッと押さえてる感じでひょっとすればムッソリーニの亡霊でも見てるのでしょうか私はそんな気がしましたそれでですね本日のこうメインカードをこの2枚にしましたメローニ氏さらにもう1枚ハートと花を添えましょう女性ですのでね で彼女がまあ首相になることによりどのようなエネルギー磁場がマンダラが描かれるのか見てみたいと思います私はちょっとこの方好きですねあのリズ・トラス氏も結構好感持てましたけどこの方は結構濃いですよね濃くて熱い熱い方ですねうん どううだろうねまあ極右と言ってるけど日本でいうと10年前のあの阿部ちゃんブームぐらいの感じなのかもしれないね感覚でいうと、まあ、ネオファシストとか言うとねすごい我々からするとちょっと怖いなって感じするけどねただ実際このメローニー氏はねちゃんとお子さんもいて結婚はされてないのかな恋人がいてお子さんもいるような話をちらっと見ましたけど女性一人の女性としてもうん こうちゃんと役割を果たしてらっしゃるかな見えてない大丈夫よし。では行きましょうジョルジャメロニー師匠のエネルギー地場見てみたいと思いますうめいうん は、私なんとなく EU バイバイそんな感じにそんなあからさまには来ないだろうけどね EU バイバイなんて言えないだろうけどなんかそんな気がするな EU さようならーみたいな<笑>,笑いごっちゃねえけどうーんそして「GO」あーだけどそうだね今まで価値を感じてたものから離れていくとで「TIE」 ししかしまあ一旦は休止待てという感じかな名号体そして逆名号体シャドウで入れますドンうん今までバランスを取り続けてたもののうんもうバランス自体取るのをやめたというようなそんな段階かな逆のこううんそうだね バランスをずっと取ってきたけれどもそろそろその解除かなバランスの解除そして逆位置の対ドンうーん妄想ではないファンタシーの現実化か最後一枚いきましょうドンあーこれは逆に 現実の妄想かないし現実のファンタシーかファンタシーかかなこっちはもう妄想が現実なんだよこっちは現実が妄想なんだよみたいなファンタシーなんだようーんこんなん出ましたどうでしょうか、うん、まさになんか そのままが出ちゃったったていう感じだけどまあ今年のメルジャ氏の,あのメローニ氏の念運がね平門病薬院に入ってるっつうのがさなんか感じるんだよねすごくなんかムッソリーニが好きっていうのとそういうやっぱりイデオロギーがすごい渦巻いてるよねやっぱりね。 すぐに EU バイバイなんてことはないだろうしすぐ親ロシア派なんかいけないだろうけどただやっぱり渦巻いてますよねエネルギーが非常に強いエネルギーがね危険だけど魅力を兼ね備えた強いイデオロギーまあ意味軸も今日国葬じゃないですかもう安倍さんのね10年遅れで世界に 右の風が <laughs> まあ右も左も必要だからね政治にはねバランスが重要だからよく働いてくれるといいですよねこの「運の力がね右の力がよし 陰を燃やしようとしようは揮発しぎょこしそしてまた陰を出すこれ攻め無限の波動の波紋のは いつもご視聴くださいまして、ありがとうございます。えー、リッキータルとリッキーは、ですね。今、ここならにいて、電話占い、そしてメール占いの二つの商品を、まあ、提供していますこかな、まあこううん。提供していますので、もうぜひ一度、何かこうお困りごと、お悩みごと、ある方、お気軽に、ここならの方にも、えー、足をお運びください。まだですね、あの電話占いに関しては。 まとまった時間が取れないのでなかなか待機ができない状態にあるんですが、まあ、一方いただければちゃんとお時間作りましてあのチャットですり合わせはできますので、えーあのー、一方いただければなかなかちょっと待機の時間が作れない状態にあるんですけれども、えー、電話占いメール占いの方もぜひ一度お越しください、えー、ご利用くださいと。 そして何よりこのチャンネルもまた遊びに来てくださいねいいねコメントこれ順番にそうどうやって言ったらいいねコメントチャンネル登録そしてリクエストいつもいつもありがとうございます励みになっております今回もご視聴ありがとうございましたリキタロットリキでしたそれではまたバイバイ thank you.